じゃあ、わかるんだけど、今ふって思ってわかんなくなっちゃった。はい、勉強、勉強するんだよね。それは勉強もできないわ、ほんとに。はい。さあ、皆さん、磯野とね、水野に荒らされないで集中してください。はい。倉島どうですか、走ってますか。はい。楽しいの？声を発さない。声を発さない。喋ってないで、ここ持って。持ちましょう。はいはいはい、はい。さあ、行きましょう。よし、行こう。さあ、菊池の対策を。言うよ。さあ、来い。さあ、来い。さあ。ちょっと待ってください。出たぞ。これはちょっとまずいんじゃないか、これは。はい、先生。これはどうしましょう。これね、ちなみにですけど、はいはい、1次元目に同じようなね、ことを書いた人いましたね。はい、いましたね。はい、大岡がですね、大岡がですね、同じ T シャツもね、あやはりこの T シャツの、やはりその、そうね、魂が。ダメな魂が宿っちゃったんですよ、ね。魂宿っちゃった。全く同じのような。ただね、はい、あの、オーガノが正方形というちょっと賢い答えを書いてましたんで、あっちは四角。四角ですね。はい。大丈夫ですか。本当に先生と二人でみんなで抑えた甲斐がなかったですね、今ね。今ね、どう来るかな。心書いた、思う書いた、仲間書いた、うん、さあ、おっきいのに変わった、はい、四角。これもいいですね。はい、いいね。さあ、そしてだんだんここがこんなことになって、そうですね。はいはいはい、おただなんか、あれ、小さく文字もちゃんとあります、はい、字がちゃんとあるんですね。そう、大体の子供たちこうなってるかなと思うと、うん、ちゃんと、そう、びっくりしました、ここにね、本音って、本音なのね、本音が鼻なのね。今は笑顔だけど、うん、本当は卒業したくないっていう本音。おお、なんだなんだ、おい、すごいじゃない。アートの授業でもね、入ってますからね。書の授業してください。そうでした。すいません。ね、笑顔がなければね、そうです。さあ、そして。お、なぜ、なぜと。勉強。はい、いや、あの、朝からさらちゃんの主語がなくて、うん、会話が全然できないんですよ。でも、あの、りおちゃんは勉強って分からなかった言えるのかな。ね、本当ですね。そこがいいですね。はい、主語でした。主語でした。ね、一個ばかりしょったね。でも、ここを見てください。さあ、はい、何ですか。さあ、ラスト2回というね。お、これは倉島の作品。はい、それは、やっぱ卒業生。国会授業が、うん、今回出てラスト2回っていう、うん、お前も卒業するんですか。いや、すいません、すいません、卒業生と一緒のね、公開授業がね、堀先生もね。え、俺もなんですか。あ、違うの、これを忘れたせいで、わかんない。恐ろしいわ、本当にね、ラスト2回。ちょっと皆さん、ずいぶんね、卒業に対しての思いというのがやっぱこの時期は出るのかな。ちょっとこれ吹いてくれる。さあ、そして白井もその流れで何かがあるんでしょうか。 あのね、結構なんか黙々と書いてんのよ、ね、最初あのリズムでどうなるのかと思ったらね、うん、すごいのが、もうあの変な羽も生えなくなって、いやいや、すごいのが出てきまして、できました。お、はい、皆さん、あら、はい、あ、さきちゃんはどう、はい、読んでください。離れていても心は一つ。おー、はい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 、これは誰に向けて言ってんの。中3が卒業しちゃうから、今みたいに一緒にはいれないけど、離れてても心は一つだよって。うーん、あーとかじゃなくて、うん、照れてんのかな、照れてんのかな、君たち ね、答え。さあ、まあ、さあ、さあ、それに対してね、おー、来た来た来た、これな、え、いいじゃない、はいはい、素晴らしい、これなん、うわ、さあ、じゃあ、菊池の作品、素晴らしいのがかかりました。あ、そうかそうか、虹です。虹、あ、いいね。これはなんか、やっぱりさっき白崎がシータが言ってたけど、なんか離れてても虹ってずっと空にかかってるなって思ったから、ずっとみんなを包んでいたいなって思いました。なるほどね、さあそういうなんかね、それぞれの書いたのがちょっとこう伝染していく感じでね。あ、そして来ました、声援、これは拍手の新しいバージョン。あー、おい、俺が持ってやつ。なるほど。やってみ
見たかった。なるほどね。ちょっとじゃあなんかまたトマト君やったら行く。トマト君やってからのこれ行く。大丈夫。もう嫌なのね。えまあ、いや、じゃあ声優ちょっと木を見ていきますよ。声優ね、はい、はい、さあさあさあ俺の仕事を増やして。お真面目です。真面目。姫って書いてあったと思って真面目です。真面目、はい、そうだね。いやなんか今日みんななんかやけにいつもより真面目だからお前なりのツッコミねそれはね真面目、はいはい、でもね勉強って書いて守護って書いて真面目。次は何が出てくるんですか、はいはい、どんどん幼くなっていってますからね言葉がねさあ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 その隣にもまたいいよ。お実際これはふけいさんがこっちを見てるからそれも、ま、でもこれ、この皆さんの視線はすごくほらいい視線をくださってるっていうそれで描ける視線ですよ。なるほどなるほど、はい、すごい視線欲しいの ね、 ねよしじゃあ後でまたやります。見てはい見てずっと見てね見といてね視線、はい、視線見てよ、はい、クラスマ視線視線珍しいガンガン見ておい照れんな照れんな、ね、さあ見てるぞみんな見てるぞクラスマおい一挙手一投足見てるぞおいさあ白井さあ大好きが出たね。ちょっと待ってよなさっきからここ何ラブラブな感じでこう中さんとのやり取りいや中さんだけじゃなくて、うん、桜のメンバーみんなが大好きだなって。なるほどね。ずっと愛し続けてるんですね、うん、さきちゃんね本当にあのなんかうるうるしながらこうしてないしてない本当どんどん描いていきますよ。愛が溢れてますか。愛がね大きいのに変えましょう。さあもっと大きいのに変えましょう。こっち全紙の方に、はい、全紙に変えましょう。こっちさあ今度、はい、あよし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 、これ何これ何先生見つけました。これ上ですよこれいいじゃん。はいはいはい、どこですか。あの上これ上あの、うん、テストの点数上がったんですよ。よかった上よかった上はい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 、はい、これでもこう飾りたいよね上ね。ありがとうりのんちゃんの上。そしてずっとこれだんだん来てましたねはい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 、はい、ずっとねやっていいですか。おどうしたまたいいよいいよいやごめん聞かないでトマト君やってみたい気分になったから。あやってみたい気分なんだろそれハマってんだお前。いや福井さんがちょっとかあー福井さんが好きなのもずっと変わらないし桜のメンバーが好きなのも変わらないからずっとおいは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 いできればお前の声で聞きたかったんじゃないですかトマト君じゃなくてこれはポスターになりそうですよ。おー本当だほらさあどうぞ君に届けよっよっだいぶ届いてるぜ。いいの書き出した、はい、さあどんどん溢れてます。さあそれでは大きいの行きましょう。さあ大きいの行きます。今回はネタ切れと書く人がいなくてよかったですね、まあ、さっきびっくりしましたね、はい、でもネタ切れって書いた後にまた書いていくというね。そうですそうです、はい、もうねだいぶちょっとさああの紙の上に踏んで足そう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 感情のキャッチボールがねすごい広げられてる中そうですそうです。さあいいよ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 漢字合ってるいいんだ よ、 いいよもう漢字間違ってた方がありがたい。さあいいよいいよさあいいよ真ん中の2人がちょっと迷ってるいいそれもいいんですよね。あいいよそういいいいあ書いちゃったいいよひらめいた磯野ひらめいたひらめいてないですひらめいてないんださあすごいどんどん書いてああいいよ思い切り書いて、持ち方をね。さあ、うん、白井できた。できました。おどんどんと早くなったね。そうですね、最初はちょっとねうわまた素敵な。お、なんでしょう。取ってまたこれがしかも、あのリズムに乗ってどんどん書いていってはい、はい、すごいのができました。なんでしょう。読んでください。史上最高のありがとう。あ、
これ、あの、さっきもあちゃんが書いた君に届けっていうアルバムに入ってる曲の歌詞なんですけど、そこの部分がすごいよくって、大好きなので書きました。師匠最高、ありがとう。いいよいいよ、優しいね優しいね。よし、さあどう、さあどんどんね、それぞれがちょっと平井をきっかけに筆が動いてますけれども、はい、ね、動いてますね。どんどん動いてるのを見せてもらいながら、はい、これはじゃあ見せてもらえますか。じゃあ倉島ですか。はいはい、どうぞ先生、うん、おお、ありがとう、言ってあげてあの今後ろでちょっといろいろこうペタペタしてくれて、あ、森先生じゃないの。あ、違う違う違う、え、なんかね、なんかね、俺の史上最高のありがとうをどうしてくれるの。森先生にしてはね、ここに優しさがいっぱいだなと思ったんだよ。ね、ありがとうつっちゃったじゃねえか、史上最高のありがとうも、ね、書いてくれたのね、後ろで先生たちもやってくれてるんですね。そうなのよ、ね、一生懸命やってくれてんのよ。なるほどなるほど、ね、さあこれもいい字だ。さあさあ見せてもらって、はい、うまい、お、ありがとうありがとう。森先生のことじゃない、森先生のことじゃないねえ、これはあの、さっき全然思いつかないから、ふきいさんのこと見てたら、なんかこうやって見てたら、真似してたから、面白いなって思ってふきいさん、ありがとう、いい仕事できましたね、さっきからいろんなこと言ってる森くん、ちょっと、はい、ここに。やだよやだ、この流れで、やですよ。でかい、俺今ちょっと、ほんと邪念がすごいですもん。邪念でいいよ、はい、今ちょっとって、ずっとでしょさあ、はい、じゃあ森先生に書いてもらいましょう。僕もね、皆さんもじゃあ休まず書いてください、はいはい、さあどんどん書いて、どうぞ、好きなの書いて、いいよ。じゃあ持たせていただきますな、なになに、早ければいいってわけじゃないよ。よし、はいよーしょー、はい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 、書きました。これ見せなくていい？見せなくていいの？そう、あ、見せるの？見せなくていいですけど、別に俺のなんて、はい、じゃあ、え、本当にですか？いや、見せてあげようかな。本当にしまっちゃうの？じゃあ見せてあげようかな。さあ皆さんどうぞ、はい、森先生自分で呼んで。え、どういう意味ですか？はい、ちょっとは仰げやと。え、どういう意味？こういうこと？違う違う、熱いわけじゃないんだ。熱いや、ちょっとはほら、尊敬的なね。そう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 、3月4日に出したでしょ、青毛バトを落としますね。そうそう、はい、僕のアンサーソングですよ、これが。あカップリングについてくる、やだじゃあ言っといてあげるね、ちゃんとね、はい、仰いでもらうようにやるやおっしゃる通り、ありがとうございました。はい、どんどん、あ、どんどん言ってる。さあ、これは、はい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 、新しいの、これは何ですか？伝統です。うん、お、伝統、今まで桜学院は2010年度からやってきて、卒業生から学んだことを伝統でつないでいったから、これからも今いるこの在校生たちに今ある伝統をつないでいってほしいから、その気持ちを書きました。はい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 、伝統、なんとゆいちゃん、うん、さっきなんか肌がよくわかんないこと言ってる話とそうですよ、全然リップクリームがどうのっていうのと全く違うことになってきちゃったんだけど、急に、ね、素晴らしいですね、はい、もうあの書の文字も本当に素晴らしいです、はい、そしてさあ菊池、いいひらがなだ、もうすごい力が強くて破れたりしてますが、はい、破れるってことはここに思いっきりの力が入ってるってことです。はい、モアド、え、その発音で合ってんの？あの、俺、ちょ、待って、なにくん？なにくん入ってきた、これ、はい、トマトくんがちょっとかっこよすぎるんで、ちょっとほうれん草くんでいこうと思って。いやいや、出た、ほうれん草くん、はい、いやあの、お前らまだ泣くなよな、そんな感じ、ちょっと今、卒業っぽい言葉書いて
いてるけど、まだ卒業じゃないから。ねえねえ、そうな、わかるか、お前な、お前と、お怖い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 よ、ほうれん草くん、はい、かっこいい、かっこいい、憧れるっていうか、卒業直前に何編み出してんだったんすよ急にどうしたんだ、お前ら。開花しましたね、ほうれん草素敵だね、いいね。さあ、どんどん書いて。さあ、もうちょっといけるかな、ね、じゃあ、これの大丈夫ですか、これすごい長文の、これいったら、おっきいのいこうかな。じゃあ、おっきいのよ、はいはいはい、うん、おっきいのにしてもらって、ね、いいですか、こけし君は大丈夫。大丈夫です。大丈夫、こけし君出さなくて大丈夫。さあ、さあ、じゃあね、次の書が最後になります。最後ですか、はい、次の書で最後に、うん、一番さらに大きい紙に思いをぶつけるという、はい、そう、さらに大きい紙にみんなの思いをぶつけてください。でも今その次のやつはみんなに考えてもらってる間に、はい、でも白井がずっとなんかブログレベルで書いてますよ、ね、ブログをこの舞台上で書いてるくらい書いてますけど、ね、弟子にしたいぐらいの上手い人ですよ、はい、うわすごい、名前がびっくりした。あのすごいですよ、何を書いてるのかなって思いながら、はい、さあ、これね、この墨をつけるつけ方まで上手いですよ、うん、あ、そうなんですか、できた、お、できました。じゃあ、うん、ちょっと見えましたけど、じゃあ対策、はあ、見事、結構長いことずっと書き続けてるね。はい、じゃあ見せよっか、はい、さあ白井の作品です。じゃあさあこれは、お、はい、どうぞ。出ました、全員の名前です、10人。おお、すごい、あのね、人のね、人の名前をこんな風にスラスラっと書いて、ちゃんとこうやって、すごいんですよ、力が入ってて。だからよっぽど好きなんだなっていうことと、これは本当にね、被災地なんかに行っても先生たちがやって泣きながらやることなの、すごいこと、はい、見習いなさい素晴らしい、わかりました、はい、素晴らしい、よし、じゃあ最後の作品です。大きいの最後いきますけど、最後は大きいのをいくので、筆も変えましょうか、はい、はい、で太い筆を持ってもらって、じゃあ筆を一人ずつ選ぼっか、はい、ね、はい、じゃあ筆をさあ、あちらの方にね、いろんな種類の筆が、ここ、はい、すごい、筆もらおう、白井でももう出し切っちゃったんじゃねえかぐらいねえ、かなりもう溢れ出してますけど、さらにこういう筆もあってね、お、うん、例えばこういう筆だと、あの紙の上でね、さっき言った伝わることが随分遠いでしょ、随分遠くて難しいでしょ、こうやって、そしてこういう大きくて太いやつだったりすると思いっきり体でこういけるね、うん、だから好きなようにどういう風にやりたいかね、はい、おいで、はい、じゃあみんな、ね、筆が呼ぶからね、ちゃんと筆と会話をしながら、はい、どれを使ってね、おいで、はい、はい、どれを使ってねって言ってくるよ、さあ磯野が説教されてるみたいな絵になってるわね、この時間だけ、みんなも近寄って見てください、分かった、ね、はい、じゃあ、はい、どうぞ、さあ、選んで、もうみんな好きにボンボン、ボンボンというのもあるんですけど、失礼します、はい、はいはいはい、そうそう、失礼します、さあ、はい、ね、お尻向けたのね、はいはいはい、この感じ、はい、あれ怒られてんのかな、これ、なんか昆虫たちがこう集まって昆虫感がね、これレアですよ、今日ね、こんなのなかなか見れませんから、ね、これ声がなかったら、はい、何か怒られてるみたいね、そうです、ニコ生でも反省会怒られてるみたいな、コメントガンガン届くんですけど、さあ、好きなのどうぞ、さあ、大きいの言っときなさい、これももっと大きいの、そう、早めに勝ちですよ、これも大きいの、うん、大きい、おー、いった、え、ちょっと、なんか攻めたのいったな、しらい、お前これはね、あの、これ罠なのね、でも、うん、あの、これも使える、はい、もう全然菊池のせいで見えないけどね、もう一時的にさあ、どれがいい、大丈夫、大丈夫、はい、いいよ、どうしようか、さあ、選んでください、どれか呼ぶよ、真剣に、いい、大きい、思いっきりの大きいのを書くなら太い、でも、ちょっと文字を書いていこうかなっていうと、こういうぐらいとかね、ちょっと大きめね、それで、ちっちゃいのがいっぱいだなっていうと、こういう感じとかね、うん、はい、心
ここにこんなに時間がかかると思いません、思いませんでしたね。結構こだわるタイプでしたね。はい、さあそう白井のとか書けんのそれ、なんか笑っていうね、わかんない、ちょっとなんか変わってるやつがあったから撮ってみました。よし、そう、それもいいですね。いいですね、読んでたんですね、はい、そうですね。さあ、では皆さん、これ1枚だけですね、最後の大きいの。最後の1枚、どういうふうに、はい、1枚だけ大きいのの書き方を少し見せる。いい、あ、先生がですか。あ、見たいです。見本をどういう感じで書いたら、はい、お願いします。はい、あ、俺ね、俺ってねこれ、つってもいやー怖いです。はいはいはい。あれ、俺、これも頼むよ。一緒にやろうぜ、磯野。え、なんでなんで俺がやる。いやいや、やりますやります。さっき言ったように、一番最初のあの書き方。で、これ、思いっきり大きく書くから、一番最初の書き方で、いい？こうやって、べったりつけて。べったりつけて。書いた、これ文字すぐにあげられないんですけど、はい、あの書いたのは奇跡と書いた、はい、ミラクルと読みます。ミラクル。そしてみんなに今からミラクルがきっと起きる、うん、そしてこれからいっぱいミラクルが起きるように。で、思いっていうのはここにわっと伝わればそれが今度展示されるとまたその思いが来るから、自分の思いをそこにぶつけてください、はい、最後の1枚いこうか。じゃあ、どっから行く？もあちゃんから行く？おー、じゃあ聞けるか、はい、もう準備は、さあ行きましょう。もちろん準備は黙ってつけて、ね、はい、さあ行くよ。ここに奇跡が宿るかもしれない、ね、行ってどんどん書いていって最後にみんなに見せましょうか。さあ、行くよ。思い切ってそう、よしよ、いよいよ、あ、いいよ、大丈夫、勝負。さあ、行け。よしよし。よっしゃ。うん。素晴らしい。いけいけいけ。よし。そのままボタボタって言っていい。そう。よし。よし。オッケー。はい。だー。さあ、出し切ったかな。さあ次行くよ。はい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 。こっち誰か持って。こっち、はい。僕も行きますか、これは。はい。さあ。よしけ、続け。よし、行くよ。はい。思いっきりいっぱいつけて。よし。そこに思い行きなさいよ。好きなように。いよいよ。よし、よし。いいよ、いよいよ、はい、よし、そのまま、いいよ、そのまま行っていいよ、はい、はい、はい、いよいよ、よし、よし、よし、うん、うん、うん、ゆっくり、よし、よし、行った、いいよー、はい、はい、素晴らしい最高、最高、よし、その行こう、思いっきりな、さあ、いいですね、ちゃんと押さえてください、先生、いいよ、そういうのいいから、集中してちゃんと押さえてください、先生、はい、もうや、押さえてよし、行くよ、よし、よし、行け、いいよ、よし、よし、よし、はい、うん、よし、はい、はい、はい、オッケー、よし、いいですよ、いいですよ。さあ、どん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 バトンがね、いい流れが、いいよー、いって、
大丈夫大丈夫よしよし、はい、よいしょ、いいよ、ゆっくりでもいいよ、はいはいはい、よしよし、いいよいいよ、そのままそのままつけなくていいよ、はいはいはい、はい、つけてたっぷりつけて、はいはい、いいよ、はい、なるほどなるほど、はい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 、最高、さあ最高、そして思い気つけて、これ思い気つけなさい、はい、行きましょう、もっともっと白井のアフレロすごい、乗って乗って、難しい、神乗って、神乗って、ちょっと待って、はい、よし神乗って、すごいの選んじゃったけど、行けよ、神乗って、行ける行ける、はい、そう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 、いやいやいや、あ、でもいいよ、ゆっくりゆっくりゆっくり、はい、よしよ、よし頑張れ、いいよ、うん、よし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 、これも巻いて、はい、うん、いいよ、はい、うん、よしよしよし、ゆっくりゆっくり、よしよしよし、もっとつけて、ゆっくりでいいよ、はい、しっかりしっかり、はい、うん、はいはいはい、はい、はい、ストーリーストーリー見ていきますか、見ていきましょうか、ねえ、素晴らしい、先生も息が上がってるぐらいちょっとね、すごいすごい、これは書いた順に行きましょうか、うん、いか乾いてます、いけますかね、菊池、よっしゃ、持ってあげてくれる、はい、ねえさあさあさあ、先生これどうやって置けばいいですか、この筆、あ、倒れちゃうのね、あ、大丈夫、はい、フォローしてもらって、じゃあ、そしたらみんな行くよ、はい、まーちゃん、なんて書いた、届け、おはい、今年はこの10人で離れてることが多くて、やっぱさっきシータも言ってた通り、離れていても心は一つにするのがすごい難しいってことを学んで、なんか届けること大切だったなって思ったし、なんか難しいけど届いたらすごく嬉しかったので届けっていう思いを込めたし、あとは卒業してもなんか皆さんもうねちょっとね泣いちゃってるんですけど、まだ私は一人でも大丈夫だし、ゆいとすーちゃんと信じる道を進んでいくので、まだ私たちを信じてついてきてほしいなっていう思いを込めました。こんなに立派な届けを見たことがない、すごいね、本当に届けってみんなに届くね、素晴らしいです、うまくいったね、素晴らしい、そのまんまの一緒になりました、素晴らしいね、常にこう届けたいという、ね、思いを持っている、本当にそのまんまが、はい、そのまんまが出ましたね、なるほど、さあそして続いていきましょうか、はい、さあゆいちゃんが書いたのは、はい、はい、読んで、桜学院です、ゆいは桜学院に転入してきてから本当に頭の中は全部桜学院一色で、もう卒業するまでっていうか、もう卒業したとしても絶対桜学院が大好きなことは変わらないから、桜学院っていう言葉を選んだんですけど、ゆいの夢は桜学院、こんなに素敵な学校ってゆいはないと思ってて、もうどこの学校よりも桜学院が一番すごいぞって言え、胸張って言えるので、スーパーレディになってもっと今知らない桜学院、知らない人に桜学院を広めたいので桜学院にしました。はい、
ものすごいね、ここにもいっぱいの愛情がやっぱり入ってる、思いが入ってて、こんな大きな桜学院が描けてよかったです。はい、素晴らしいです。はい、ありがとう、すごい。さあ、そしてりのんちゃんは出ました。どうぞ。完璧です。おあの漢字ペキが分かんなくてあんまりだからこれがまたいいのよ。それからしさ、うん、これがすごい。このペキって書けないよ、はい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 、しかも完璧のキアブワッ完璧でっていくわけでしょ、はいはいはい、これはもう力強くて素晴らしいです、はい、磯野にしか書けない完璧と、うん、はい、なるほど。あのなんかのんは完璧はないと思うけど、自分が思う完璧に近づけるようになりたいなって思うから、ここで書いたらやるしかないじゃないですか。だから自分のなんか意思表明みたいな感じで書きました。かっこいい。これだって欲しいもんね。なんかもう遠くから見てもすごい絵になるから。欲しいですよ、素晴らしい完璧ですよ。これと交換してもらえば。いやいやいや、ほんとほんとすごい。いらないじゃねえんだよこれはでもね、どこかにボンとあったらそれだけで勇気になります。完璧です、すごいの書きました、はい、さあ、そしてさらちゃんが書いたのはどうぞ。感謝です。はい、これはなるほど。すいません、シャガシャガシャガわかるよ。あのゴンペンのやつですよね。シャガならわかるよ。あのね、そんなこと言わなくていいのでもこれも可愛いね、うん、感謝のシャガ。どうぞ。今年転入してきて、まあ、1年間なんですけど、まあ、他のメンバーよりはなんか一緒にいた、ね、なんか時間は短いけど、いろんなこと相談とか乗ってくれたし、すごい感謝することがいっぱいあるので感謝にしました。素晴らしい。このあったかい感謝見て、ほらさらちゃんだけしか書けないこの感謝ですよ。確かにね、皆さん拍手です。はい、そしてあのこの船は実はあの90歳の私 のすごい先生がくださったあの筆なのね、はい、でこれでよくぞ書いたと思ってですね、うん、はい、書いたのは、はい、作者何ですか。もっともっと伝えたいし伝えてください、これはこれは中3への感謝の気持ちをもっともっと伝えたいし、中3からもっと学びたいので、いろいろいろんなことを伝えてくださいって。泣いてないです。あのー向こうにね、最初のうちほらなかなか届いてないよなんて言いながらも、きっといっぱい届いてたと思うんですけど、さきちゃんが届けたかったのは本当に全部桜学院の、そしてまたみんなへの気持ちがいっぱいだったね。ねえ、で出た、ちゃんと、はい、素晴らしいです。はい、それじゃあこれを全部せーので持ってもらえますか。そうですね、じゃあ今、はい、みんなの作品をちょっと並べて5人で、はいはい、見せてもらいたいと思います。ちょっと手伝っていただきながら、ちょっとね、ギュッとこう、それでギュッと近寄って、みんなね、さあ横に横に、はい、横に入って入って、完璧と感謝の間に入って、失礼します。はいはいはい、あ、それぞれの完璧まっすぐなるかな、はい、なったなった。わあ、さあどうですか皆さん、どうでしょう。でもね、これはあのきっと見てるここの空気ね、皆さんの空気とたった50分ぐらいの間なんです、これ。それでこういうものがボーンってかけちゃうという、もう才能ですよね、このみんなのね、うん、それでどれだけやはりあのすごい心が動いてるかっていうことなんで、すごいものができたと思います。これは皆さんと、
みんなに拍手だと思う。はい、皆さんじゃあ自分にも拍手をね、この空気を作った、はい、すごいね。はい、さあということで先生の授業はじゃあ、はい、これで完成ということですかね。はい、はい、じゃあ最後にちょっとみんなにちょっと、はい、全員に一言何かありましたら、はい、はい、あ、私から、はい、もうね、最初ね、なんだかおどけてたりとかね、楽しいのも出てきたりとかするんですけど、うん、それはもちろん皆さんこうやってですねステージに立つ人なんだなと思ったんだけど、でもそこからどういう気持ちでっていうのがいっぱい出てきて、特にね、先輩へ皆さんねえ、咲ちゃんもそうだしね、その送る気持ちとかね、とってもあったかいものがいっぱい流れました。でそれを見せてきたんだなというね、はい、2人もそうだし、ね、完璧もそうですけど、うん、はい、みんな素敵だったと思う。いっぱいのいい心がある女の子たちだなと感動しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということで本日の講師矢野清美先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい、みんなね、前の方に、はい、出てきてもらって、はい、こちらの方もね、何かの形で皆さんに届けれたらいいですね。はい、はい、さあ、ということでやってみて、じゃあちょっと菊池に聞いとこうかな。どうでした今日の授業。そうですね、うん、すごい、なんか去年の去年じゃない、一昨年書道の授業やってもらって、なんか中3で卒業生になって違う思いだったりしたので、うん、なんかその思いをぶつけられてよかったなって思ったんですけど、うん、私たちまだ卒業しないですよ。なんかすごい卒業式空気がすごかった ね, ねまだなんかないからね。えってなった。こっち泣かせないでよ、もう、うん、もう卒業式まで泣かないでください。お願いします。ありがとうございました。さあ、ということで、じゃあここで告知はありますか、はい、皆さんから。はい、はい、はい、ギャオで私たち桜学院の役、青木渡俊が明日まで配信されるので、皆さん、ぜひ私たちなりの青木渡俊ができてると思うので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして明日3月8日はららぽーと豊洲で桜学院イベントやります。無料スペースがあるんですよ、うん、はい、なので皆さんなるべくたくさんのお友達をね連れてきてくれたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。お願いします。てるてる坊主もね飾ってもらわないとちょっと危険なんですよ。そう、去年ね雪でできなかったん で、ね、今年度は再挑戦したいなって思います。てるてる坊主作ってくださいね。さっきいいたち作ってたもんね。そうそうだね。なんかテレテレバースにチークとかつけてそこでもちょっとねふざけちゃったですね、はい、まあでもぜひぜひ、はい、さあ、はい、そして白井。はい、今年度の集大成となるアルバム桜学院2014年度君に届けが3月25日に発売されます。そしてその曲がいつねすこと iTunes にて3月18日に先行配信されることが決定しています。イエーイ。皆さんぜひ聴いてください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、3月29日に NHK ホールで開催されるザ・ロード・トゥ・グラデュエーション2014スクランクイン、あ、ファイナル桜学院2014年度卒業がチケット完売につき全国の映画館でライブビューイングされることが決定しました。イエーイ。ちょっと先生から聞いたんですけど、うん、ちょっと茨城県の水戸の売り上げがちょっと茨城県頑張って、はい、だからちょっと皆さんお友達なんか他の県でもいいんでとにかく水戸に連れてきてください。新潟もだよ。水戸もですよ。水戸に連れてきてください。まあ他もなんですけど、ね、まあぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ
さあ、というわけでですね、ニコニコ生放送をご覧の皆様とは一旦ここでお別れなんで、はい、ちょっと皆さんね、さよならを しましょう。はい、皆さんね、楽しんでもらえましたかね、見てる方、公開授業ね。はい。さあ、ということで、じゃあ一回お別れです。ありがとうございました。ありがとうございました。はいはいはい。あ、でも、さあ、来てますよ、ものすごいほうれん草コールが。ね、コメント、ほうれん草くん、ほうれん草くん、ガンガン来てます。トマト、いやいやいや、来た、プレミアム会員が見れるやつだ。第2部ね、スピンオフ、トマトくんとほうれん草くんのね、喧嘩の下りから始まりましたけど、ここからは、プレミアム会員の方のみ限定で見られる、ことでございますけれどもね、みんなずっとね、集中してたんで見てないと思いますけど、ほら、実はね、こうやってすごい、たくさんね、あのコメントは届いてたんですよ。本当にほうれん草くん、ほうれん草くん大人気だな。トマトくんどうする、トマトくん。いや、もうね、仲間、仲間、仲間、しゃくれてたな、お前。森先生がやったからね。やってないでしょ、関係ないでしょ。え、森先生しゃくれながらやってたの、うんうん、トマトくんを俺は誰か、俺は一回ね、そう、多分田口からの影響じゃないの。はいはい、いろいろコメントはある。あ、皆さん、あの、見てる、見てる、ありがとうございます。すごい、怖い方出てきた。何が、すごい、ほうれん草くんとトマトくんの争いになっている。すごい。ただ皆さん、感想をね、ぜひね、あの、今日の感想、感想を、具体的な感想を、そう、もうその、そこはね、だいぶ脇道なんでね、はい、今日の、はい、トマト職人グッジョブがすごいですけどね、今、ほうれん草職人が、ほうれん草職人が、ほうれん草、ちょっとほうれん草、こけし職人も、こけし職人もね、なんか広い、あの、気になるのがあったら、はい、この間ほうれん草は来ませんけど、こけしマサラとかね、こけしマサラ、ねえ、マサラじゃないな、白崎の書に泣いたっていう人もいますよ。やったー、泣かしちゃったよ、まあ、もうね、頭からずっとブレずにね、桜学院愛が溢れてましたからね。はい、さあ、磯野完璧でしたと。やっぱ、やっぱ全然謙遜しないですけどもね。はい、どう、なんか倉島とか気になるのとかありました？なんか嬉しかったセリフとか、感動の授業だったって、なんか嬉しいなって。そうだね、なんか今日本当にさ、途中ね、もうみんなのこう愛情がね、もうこう溢れちゃって、うん、一瞬なんか卒業式空気がやっぱありましたよね。すいません、なんかまだまだちょっと楽しい感じでね、はい、もうあともう20日ぐらいはありますから、うんうん、どんどんもうね、はっちゃけるテーマでいきましょうよ。はい、ね、どんどんキャラクターも爆発して、はい、もういいですね、良い授業だった。英語シャー、はい、涙あり笑いあり、トマソン、トマソン、何トマソン、あだ名がついちゃった、早速トマソン、あー、こけしたよ、こけしたよ、こけしたよ、素晴らしい、すごい、誰でした、こけ、え、すごい、こけ、すごい、こけし、おえー、こけしたな、なんかすごい、すごい、なんか、げっそりしたこけしだったよね、今ね。さあ、さすがにほうれん草は難しかったのかな、はい、確かに緑だけになっちゃいますからね、はい、ということで、すごい、あの、見てる方もいろいろコメントありがとうございました。そしてね、ありがとうございました、見てくださった、会場に来ている父兄さんもありがとうございました。それでは、もうこの授業はここで終わりになります。はいはい、それでは、日直、はい、気をつけ、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、ということでですね、まあ、僕的には無事に終わって一安心という部分もあるんですけれども、何かね、本当先ほど皆さんのコメントにもありましたように、なんか感想の授業にまさかのね、最初オフって書いてやったやつがね、こういう不意打ちしてくるんですよ。
ね、中3っていうのは最後の最後にね、まあでも本当にまだ残りもねたっぷりあるという、もうものすごく太いく、ね、短い時間ですけども太い時間をね、皆さんにお届けできるように、一緒に、まあ、僕も陰ながら応援させていただきたいと思いますし、それこそ今日の、ね、授業は皆さんが作った空気によって、素晴らしい授業になったと思いますので、引き続き桜学院の応援を、最後までお願いいたします。桜学院担任森林でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よいしょよいしょ。ありがとうございます。